アンダルシーア国民党は国民党のアンダルシーア州での支部政党組織1989年に国民党創設と同時に設立された。代表はハビエル・アレーナ・スボカネグラ、本部はセビージャに置かれている。アンダルシーア国民党はアンダルシーア自治州において第一党の政治勢力である。しかし今まで一度も同自治州政府の政権を担ったことはないが、 同時地州内の主要都市のいくつかでは政権を担った実績がある。1995年以降、マラガ、カディス、ウエルバ1995年から1999年までと2003年以降、グラナダ、アルメリーア1995年から1999年、セビージャ、コレドバ1995年から1991年と1995年から2007年まで、 ハエ、はい、2003年2005年と2011年以降、ヘレスデラフロンテーラフエンヒローラ1995年から、そしてマルベージャで2007年から、自治体強制を担っている。2011年の自治体選挙では、自治州を構成する8県の県とすべてで勝利、その上ヘレスデラフロンテーラ、アルヘシーラス、マルベージャといった規模の大きな自治体でも勝利。 これらすべてで過半数を制した。この選挙でアンダルシア国民党は初めて全アンダルシアで最も票を得た政党となった。地域政策ではアンダルシア国民党は政治家の2つ以上の職務の兼職について支持しており、自治体主張が自治州議会議員を兼務することを禁止するアンダルシア兼職禁止新法に反対している。2012年の衆議選では 実州首相候補となった、ハビエル・アレーナスは、衆議選に勝利した赤月にはこの法律の廃止に、取り組むことを表明した。青年組織は、ヌエバス・ヘンラチオ・ニズ・デ・アンダルシア。ありがとうございます。